モエカ選手とハシエンダゴルフクラブに来ております。真剣味を出すためにモエカ選手イーブンパー以上で回った場合は200ドルの賞金をリンゴルフから出したいと思います。難しいよ、ハシエンダは難しいんでちょっとアンダーで回れるしないんですけど頑張ります。頑張ってください。200ドル頑張ってください。あ、ハシエンダのシグネチャーホール16番パー3です。池が左はずっとハザードです。モエカ選手イーブンパー、なんとかここもパーを死守したいです。 She's professional。あ、ちょっと左、ちょっとバンカーっぽいかな、越えたかな、よく見えない。バンカーピンチ、モエカ選手16番ピンチです。やばいです。大ピンチ、モエカ選手大ピンチ、16番セカンドショット大ピンチ、これは難しい。あー、オッケーオッケーオッケー、当たっちゃう。当たるか、当たる、あ、オッケー、当たってない、大ピンチ。モエカ選手さあパーパットです。16番、入れ入れ、残念でした。一つ落としてしまいました。次のパー5はマストバーディー。17番パー5で比較的短いパー5なんで、はい、マストバーディーホールです。真ん中行ってください。真ん中、よいしょーと、真ん中、よいしょ。17番パー5、2打目です。200ヤードを飛ばして、谷を越えたいと思います。ちょっとチャンキーでした。チャンキーだけど越えるか、あ、越えた越えた、ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー、転がってる、超転がってる。残りも100ヤードないよ。第3打、ぜひとも寄せないと200ドルが遠のりきます。いい感じで、いい感じで寄ってます。向井選手バーディーパット、何とも入れ、何としても入れたいところです。上り、もういい感じで行ってます。オッケー、ナイスパー。最終18番です。マストバーディーとなってしまいました、モエカ選手。はい、200ドルのためにはマストバーディーです。どこ行った？最初？よっしゃ。右に見えてるバンカーの左エッジぐらいを、左エッジ 1ヤードぐらいを行かないと、なかなか難しい。ここはちょっと難しいよ、この方が。あ、ちょっと右行っちゃいました。あれはバンカーの右かな。寄せ1じゃなくて寄せインにかけるしかないね。モエカ選手18番右に外してしまいました。下りで超難しいショットになります。これを入れるとイーブンパーで賞金200ドル、プラス難しいショットなので
ボーナス100ドルで300ドルゲットです。入れ。森川選手パーパットです。18番フックラインです。惜しい。オッケー、お疲れ様でした。はい、萌香選手今日はご苦労様でした。ハシエンダの18ホール、はい、感想はどうでしたか。初めてハシエンダ回ったんですけど、結構グリーン周りが難しくて、あと6700何歩ぐらい、パー71で、結構女子にしたら多分めっちゃ長いセッティングで結構苦労しました。あんまバーディー取られへんかった、2個だけです。はい。で、前半は2オーバーだったんですけど、まあ、あのボギー打った後の、3パット下がだいぶ痛かったです。あとは後半は2個バーディー取って、あと上がり3ホールパーパーパーやったら、200ドルゲットやったんですけど、残念ながらボギーを2個打ってしまってゲットならずだったんで、またリベンジしたいです。まあでも川本結衣ちゃんも最初に回った時2オーバーだったよ。はい、頑張ります。とりあえず頑張ってくださいこれからも、はい、で、エプソンツアーを回って、はい、半分終わりました。はい。で今、マネーランキング53位で、来年のシード権範囲内ですが、はい、今後の目標を聞かせてください。そうですね、2週連続すごいトップ5の位置から最終日崩してトップ10入りならずだったんで、とりあえず目標はまずはトップ10に入ることと、あとマネーランキング35に入ってファイナル QT から出ることです。今はセカンド QT からの権利は持ってますって感じです。はい、はい、それじゃあ来週ニューヨークからまた頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。アリス、do something. I have 180,000 subscribers. Oh, this one, club champion. Oh, club champion. She loves that camera.